ターン民族解放軍は、ミャンマーの反政府軍の一つで、パラウン州解放戦線の軍事部門である。消し農場やヘロイン生成工場の破壊工作が有名。解放軍に捕まった消し密輸業者は逮捕され、押収された消しは焼却される。政府の消し撲滅作戦に協力したこともある。解放軍の目的は、東安族の自治である。最初は、 パラウン州解放機構軍として誕生した。機構軍は1991年に政府と停戦条約を結び、2005年に武装解除した。機構軍の解散後、東安人指導者のタール・アイク・ボングとタール・ボンチョは、パラウン州解放戦線の軍事部門として、東安人の自治権獲得闘争のためにタウン・民族解放軍を設立した。現在はカチン独立軍等と共に、 シャン州で作戦を展開している。2010年の総選挙と2011年以降の会見の後に政府はシャン州北部に東安人のためにパラウン自治区を設置した。この自治区は国内で最も発展が遅れた地域の一つで学校や病院がほとんどない。2018年5月12日政府軍との衝突によって少なくとも19人が殺害された。 ありがとうございます。